山賀元次郎は、日本のメソジストの牧師、教育者、文筆家である。広崎教会牧師を長年務める。津軽藩士の古武の次男として、江戸藩邸に生まれる。山賀祖皇の後の津軽山賀家の養子になり、別家を継いだ。帰京し、東王義塾に入り、ジョン・イングと、本田洋一の指導を受ける。1875年10月3日に、イングより洗礼を受ける。 幼日の山が家の都合で新聞医者経営に参加し、記者の筆化事件の責めを追って、金庫7ヶ月判決を受けた。獄中で聖書を読んで、献身の証明を受ける。1882年に、本田洋一の勧めで、広崎教会内の女学校の校長になる。その後、定住伝道として、HW シュワーツ選教師の日本語教師として、仙台に移る。 本田陽一の青山民意教会の副牧師を経て、1889年には米沢民意教会へ赴任する。長老、出事の安守令を受けて、1893年に広崎教会に赴任する。1894年、エトロフ島に派遣されたに、メソジスト伝道士だった中田主春に、勝子伝道士を紹介して、8月に二人の結婚式を指式する。 1897年に新海道を建設、日曜学校、青年会、婦人会の整備に力を入れた。1897年には日本キリスト教団函館教会に行くが、1904年に再び広崎教会に戻る。その後、1926年まで広崎教会の巻き替えをした。1922年の東欧義塾再興の際には、 理事長として活躍した。晩年は東京の4男宅に同居して自由な伝道活動を行った。ありがとうございます。